今日は相性最高ステージか、最悪ステージか、第2回コロコロ大乱闘だーい。さあ消しボールかけるコンパスどうなっちゃう？あ、うまくコンパス使ってアタックしよう思ったら、コンパス自滅。じゃあ私がそれを、あやって。まさかの2連続コンパス。なんとか止まったわ。これで生還はなかなかのファインプレイ。さあ私め、狙いはど真ん中野球ボール。当てられたが、それで死んだ、さよなら。積極的に動くことは、ほぼしなこのデスゲームです。ここは生存優先。私はコンパスバットで虫ちゃんを落とすぞ。これ成功したらマジ神プレイ。あ、うん、挑戦はした後悔はねえ。虫か、ここはとりあえずそっちサイドに。残り3名、ステージ下に集結。ここはストレートにサッカーボールにアタックよ。フェアバウンドでそれたけども、生き延びたぜ。またもコンパスを味方に。私もここはそのまんまアタック。お、当てられたが全然大丈夫だな。当たっても乗り越えがちね、ボールマシンだと。それじゃあ反撃タイム。あら、ナイスコンパスちゃん。まさかのちゃんと勝負になっております。勝負になってることがもはやすごい。ボール乱闘なのよん。って私コンパス当たりすぎ。このまま落ちちゃうか。切り止まった。コンパスマスターか。さあそろそろ決着を。はい、ここも大丈夫そうだな。あ、これはやばいかも。ふ、もらったぞ。あしょっぽシンプル操作ミス。助かったわ。それじゃあ私も二人のとこに。あ、今度はコンパスを味方にはできず、ドンマイ。最後、ここぐらいしっかり攻撃で落として勝ちたいのよー。あ、それはお見事ですわ。完全にやられました。あんちゃん難しいアタックをしっかり決めてナイス優勝ー。イェイ。それじゃあお次のステージ、過去最高にこのギミックの威力出るんや。当たったらボイーンと跳ね返るギミック対応ステージ、霊夢ボイーンいきます。おお、やっぱこうなりますか。そっちまで届いたー。ボールマシンのポテンシャルー。そしてそっから死ぬんかい。死者主も行くぞ、動き面白い。にしてもやはり、このボールマシン以外ではありえないような動きになってるわ。死んだが正直、楽しかった。私ももちろん、ボヨンボヨンすっぞ。大喜利2個目当たったけども、早死ぬよなその角度。で、はい、また起きてしまいました。私復活しましたー。まず霊夢が霊夢ターンに、ド派手に自滅に向かいましたが、落ちる段階ではすでに主のターンに変わってました。ルール上主のターンに主が死んだら、主のターンに死んだ霊夢は復活です。ただ主は生き延びて、ここで霊夢の死確定、次のマリサのターンに切り替わっていの。私が自滅した後に、2ターン後に謎の復活なんでやー。前回もこんなことあったけど、なんで、どういうこと？謎のままですが、試合を行う。あ、これで落とせたら神業だったのに、勢いのままさよなら。私か、もう何も考えずボヨヨンとくわ。ボヨヨンとくって、新しい言葉。はい、死んだわバイビー。さあここで謎復活の私。普通に死んでいの。さっきと同じ流れ、霊夢死亡で主のターン、主がここ生き残って。次の人のターンに、ここで霊夢の死は確定のはずなのですが。注目、ここで私が落ちたら霊夢、復活しちゃう。さっきはしたが。豊姫落ちないからの。ほけー。だからなんで復活するんじゃーい。いやもう、バグじゃないというなら何なのか誰か教えてください。運営に聞いてみようかしら。私、今のは狙って死んだよ。もう申し訳ないよ。謎連続復活。主も死んでいの、さすがに。あ、復活せずに優勝決まりましたけども。ルール完全崩壊でございました。そして次、一番アカン組み合わせがこちら。今はね、開始前なので固定されておりますけども。一番霊夢が動くと、全員の固定解除をカオス。これぞデスゲーム。これ、どう戦うん？当然、死んだ判定の時に自分のターンだった人以外は復活。そして固定状態だけども。私か、ここにうまくとどまれば一人勝ちなのかな？固
この波もバグっとるし。そしてマリサ、こんなとこにうまくとどまれるか？あ、まさかの、有言実行きたー、マジかー。なんか、勝った。ってことで初、障害物に引っかかることだけが勝利への道、サカボール大乱闘よ。その障害物もコロ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 あ、地獄です唯一の頼みの綱、障害物も大外れ回ですです。そして追い落ちるタイミングで私のターン切り替わり、脱落者私やんけ。まさかの主が終わるつもりで放った一発だったんだけど、なるほど、落ちるまでの時間を調整すれば死ぬのは次のターンの人に。いや私はここ引っかかるよ。あ、はーい。障害物引っかかりでえから、ただのターン呪文ゲーに、ワンちゃんここ、いけるか？あ、なんでもないっす。なんかもう、よくわからないわ。はい、うん。今度はターンの切り替わり表示でなかったのに、あんちゃん復活。なんかもういろいろぶっ壊れております。さあ終わらせますかねもう。ボチ、復活だ。主、復活。こんな感じの、やっべえサカボール乱闘で奇跡が。今日の霊夢、連続謎復活に運良すぎこれだー。まさかの障害物テープの中身。これ一人だけ絶対落ちない最強パターンじゃね？奇跡の障害物落下。何気に私も、ホッチキスでしっかり落下防止状態に。一個前とは大違い、大型の障害物多数乱闘。さあどうなる？私から。テープは落ちないよな。やっぱ落ちないこの試合でこれは最強パターンですやっぱ。私、ちょこんと動くだけ、それしかすることねえ。私か、これはこっから、何をしろと？お、安定せや、下とてなんだけどな。私、唯一危険だけども、ここは思い切っていくしか。あすっぴょその防御すっぴょ。なんつー安定。マジで幸運レベル100のチンジネコやすごいわ。がしかし、この状態じゃ攻撃は難しい。私が動くしかないな、狙うは私もテープの中に。惜しかったーと少しでミラクルだった。残念、私も入ったら面白かったんだけどな。ってことで以上、奇跡の点からの贈り物障害物でー。なんか今日いろいろ私に都合良いこと起こりまくりボール大乱闘だったわ。いやーマジですごい出来事だった。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。